次にこちらの方をね、まあ、行きたいかなと思うんですが、これはどこのミニカーかはちょっとよくわからないんですけども、まあ、中国のメーカーなのかなと思うんですよ。だから多分これは完全に架空車ではないかなと思うんですけども、まあ、どうしたらこの前がね、シボレーカマロみたいな形してるんですが、この後ろの部分ですね、これがランボルギーニの、形してるんですよね。だからまあ、こんな車は現実に、まあコンセプトカーでもまあありえない部類ですよね。スポーツカーでもないし、まあスポーツカーのようなんだけど、実際のところはなんか変な車みたいな。そういった車ってのはなかなかないですからね。まあ、だからまあ完全に中国のあの国の車ですよ。まあなかなかあの国独特のまあ良さというか変なところがあってね。そういうところがこのへんてこな車のまあ特徴の一つではあるんだけど。でも、なんだろうな。妙に変な車なんだけど、そのかっこよさを打ち出してるところあたりが すげえなと思う、ところの良さの一元で、一つではないかなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。